大橋公園堺市、いきなりキャンプ場がある。駐車場はいっぺん入ってみたけどめっちゃ狭い。デイキャンプとかバーベキューとかなんか販売してる。なんていうとこやった？野菜とか何売ってんの？野菜と開いたばっかしか、いろいろペーペーも使える。パン、複合遊具っていうかな、もあるな。ちょっと遊びに行くのにええな。子供が小さい時はな、あったあった。いや、看板があった。本日の目的は DUD の展示あるかな。大橋デザイン、大橋デイズ。入り口がわからんな。これか。ほんまやな。入り口どこや。入り口どこ。やっぱりここ。オッケー、そういうじゃん。あ、これ？あれ、俺らが持ってるやつじゃん。何？向こう一番向こうのやつ。向こうのやつ。ああ、あれ。そうや。そこ元気。あ、こっちにもある。制度開けてないな。ああ、そういうことか。ああ、そういうことか。うわ、これアイデアやな。面白いな。まあ、雨が降っても換気ができる。
何これバケツになる。へえ。ああ、ああ、カタンって開けてんねや。これはこれまたケーブルとか使える。これ一時話題になったね、これ、うん、あのテーブルが組み合わせでな。これがもう一個の焚き火台。椅子どう？やっぱバケツにもある。これはこれでテーブルですか。あ、ほんまや、足ついてるよ。このまま使えへんけど、このままでも使えへんね。うん、これは何使えへんの？これは椅子？これ椅子なの？椅子なの。あの椅子か？あれやわ。あれやな。これっぽいな。これなんかあったやつな。うん、ここにあれ入れるのさ、なんかお尻みたいな、ティッシュみたいな。はいはいはい。これキッチンペーパーみたいな、トイレットペーパーみたいな。トイレットって書いてあるよ。な、これキッチンペーパーいいな。あ、これええな。なあ。うん。便利やな。うん、このクーラーボックス蓋めっちゃ重たい。なんか保温性良さそうやな。キャリーケース。ゴムで止める。これだった。あの黒いなんでも。あかんな。お目当てのキッチンテーブルがない。デザインオーハスデイズ。あ、ここはキャンプ場の管理棟かな。遊具があって。ここはキャンプ場。いや、宿泊って書いてあった。うん、だから普通に一泊できんねん。トイレも綺麗な、これは。新しいもんな。管理棟は管理棟になるんかな。あれ、オシュレットやったし。うん。しょぼいかな、ちょっと。管理棟が空いてる時間やったらいい。ウォシュレットやけどね。フリーサイトのテントサイトやな。これはキャンプ場やったらあるやろ。炊事棟。つか、まあ
手軽にちょっと楽しめるっていうスペースやな。だから宿泊って書いてあったいう。宿泊もやけど、こんなとこ宿泊しても、まあまあそうやな、向こうは車もよう通ってるし、ただちゃんとしたキャンプ場には間違いない。あそこに池ある。まあ広い公園や。うん、ほっ、何売ってる？パンとか野菜とか、あれはお菓子か。お菓子。仙北観光ハイキングコース。